男女両ソウルファミリーのメンバー、ユノさんが変桃癌の闘病中に死去した。享年63歳。20日、歌謡界によるとユノさんは変桃癌の闘病中、今月19日にこの世を去った。遺体安置所はソウルハニャン大学病院の葬儀場に設けられており、妻でありソウルファミリーのメンバーでもあるキムスンミをはじめ、家族たちが弔問客を迎えていると伝えられた。キムスンミはこれに先立ち、今年1月にある番組に出演し、夫であるユノさんが変桃癌のステージ4の診断を受けた後、闘病中だという事実を明かしたことがある。ユノさんの死去のニュースが伝えられ、ソウルファミリーのファンたちからの哀悼が続いている。ユノさんは1990年にウィルチョンが脱退した後ソウルファミリーに合流し、今は、明日が訪れてもなどのヒット曲がある。デカンは21日午前、埋葬地はキャンヌン追悼公園。フロミスナイン、気がいい四つ葉シャムロック。レッドベルベット、精神コンセプトに戻った切れ味のロマンチックな写真集をアリーナオムプラス3月号で紹介。紫ハート。レッドベルベット、レッドベルベット。レッドベルベット、ミーロイ・ユリエス・ロマンティック・ピクトリアルズ・ウィズ・ザ・コンセプト・オブ・サイ・シー・イン・アリーナ・オムプラス・マーチー集。紫ハート。